はい、えー、本日はですね、南岸低気圧、えー、台湾ポーズについて話したいと思います。はい、皆さん聞いたことありますかねはい、そうです。えー、冬にですね、よく発生する低気圧。 はい。えー、ですね。え、低気圧、冬にですね、よく発生するんですが、大体いいですね、低気圧が日本のこの太平洋上ですね、え、台湾、台湾坊主と呼ばれているんですが、え、その名前とのようにですね、台湾の付近で発生するんですね。で、その発生した低気圧というのがどんどん北東に進んでいき、このように、え、日本の上空、まあ、日本の南側を中心にですね、この大きな低気圧が えー、上陸するとおいうわけです、えー。でですね、この一般的な低気圧、えー、この日本海側のですね、日本海低気圧というのは、えー、一般的に暖気を運ぶんですよね。はい、えー。夏になると南高北低の気圧配置になりますよね。はい。北低、えー、ですから北に低気圧。その低気圧、えー、というのは、日本海低気圧というのは、一般的に暖気を運ぶわけです。えー、ですが、この南岸低気圧というのは、それと対照的にですね、えー、寒気を運んでいきますね。はい。 でですねこの発生した低気圧がどんどん北東進することによってこのように大体です、ね、関東の南の方にほうに太平洋側ですねその辺りで大雨もしくは大雪を。 が発生すると大体ですね、関東の南付近で大雪が発生した場合ですね、冬に。えー、そうした場合はあ、そうなった場合は、大体気圧配置、このような低気圧が大きく、南岸低気圧がですね、大きく日本の上空にあるといった、そういう状態になるわけです。はいえー、前にですね、海陸風について話したと思うんですが、 えーえー、この冬,冬ですね冬というのはあ、えー、陸より陸、まあ、アジア大陸ではなくですねこの日本の太平洋側あたりから上昇気流が発生するわけです、えー、ですからですですから あこ,この辺りから上昇気流が発生して低気圧が発生するわけですね、はい、ですからあ夏の場合は北のアジア大陸の方に低気圧が発生するわけですねつまり日本から見るとこの北側になるわけです、はい、夏はですね、はいえー、ただ冬というのはあ、ま、海というのはですね前も話した通り熱しにくく冷めにくいわけです、えー、ですからあ冬,冬はですね このアジア大陸よりもこの,この太平洋側の方がですね、えー、まあ 上昇気流が発生しやすすくなるわけですね、はいえー、つまりこっち北側ではなくてこっちの方にですね台湾付近で低気圧が発生するというわけです、はい、でそれがです、ね、だんだん発生した低気圧というのは北東進してこのように大雨を大雪を降らせるとこれが南岸低気圧別名台風坊主と言われているんですね、はいえー、よくニュースで見えると思う、えー、聞くと思います台湾坊主あるいは南岸,南岸低気圧が が現在発生しましまた、えー、関東付近、大雪が発生する恐れがありますなどで,で、すね、えー、ニュースキャスター,ー、耳にするかもしれません、えー、下りはですねこのような、えー、発生、えー、工程、えー、となっているんですね。